昼よりもそこで、そうそこで検索してみよう、うん、あの10リットルぐらい出るの一気にシャーっと、うん、象が一番強い、象に逆らえない、うん、サイはだからサイよりも象の、あ、サイもまあ強いけど象には勝てないよ、ね、そんなの見るよ、動物好きだからね、うん、だからライオンとかトラとかまあ好きじゃん、で猫科でしょ、だから猫が好きなんだよ、行き着くんだよ結局は、だから猫飼いたいんだよ、うん、だからそういうの 見て捕食してるの見るでしょ、だからそれサイコパスなんだよね、ちょっとかわいそうじゃん、でも見れるね普通に、マジで好き動物、うん、だ猫飼ってほしいって言うから、まあ、家を引っ越さないとね、うん、で目標はまあ車買いたいっていうのもあるしね、何を優先すべきかで格闘技もあるからいろいろあるからな、でマリオにいろいろやってほしいんだけどな、うん、で配信もあるから来月から配信も頑張んないといけないから、うん、でも税金はもう落ち着いたからね、言うなら、うん、で俺はもう給料だからいろいろ全部引かれてるから、でも確定申告なくなるんで俺はね、うん、給料なんで、だよね、うん、だと思う、うん、役員報酬でもらってるから、うん、でもこの一定っていうのもねちょっと。キリンも強いよ、でキリンの攻撃って何でするかって言ったら後ろ足なんだよ、でキリンも結構狙われる、でその時に前足に重心かけて両足でパーンと跳ねるので、それもしねライオンが頭に当たったらもう死ぬ、命がけだ、首が長いからあの首でこう振ると思うでしょ、むしろ首は結構弱点だよ、うん、後ろ足、うん、で首で殴らないから、首で戦うのはオス同士、メスをかけたり戦いとか、縄張り争いに、キリン同士の場合首で戦うけど基本的に他の外敵に対しては後ろ足、うん、だってキリンって首が長いでしょ、だって他の外敵首なんか使えないよね、ちっちゃいんだから、でもキリンもたまにライオンに仕留められる、でそのパターンは後ろからライオンがね襲ってキリンのオスのチンコに かぶりつく、そしたらもうキリンもどうにもならないよね、うん、急所、急所を狙うから、うん、マジ、うん、例えば今からねみんな全裸で男同士が戦うってなった時にやっぱ急所狙った方がいいよね、金玉を、うん、どうする、うん、全裸で殺し合いするっつったら、うん、何もなく、俺はまあ金蹴りから狙うかな、金玉蹴りよ、顎？
だって格闘技でも筋切りしたらブレイクするでしょ。それぐらい効くってことよ。女の急所、まあ、ないから首じゃない、首、うん、女も股間効くの？そうなの？女の子効かないんじゃない？マンコを蹴られても、うん、こんなの痛くないだろ、うん、痛いは痛い、そうなの、うん、ああ目つぶすのが確かにね。俺ガキの頃公園で喧嘩してたけどね、え倒されるじゃん、そしたら手でね砂を掴んで投げてたね、目に、うん、目くらまし、そっから一発当てて顔面下がったところに膝蹴りだね。それが一番の勝ちパターンだったね、うん、でかくりは効くっていうけど、女の子もな大きさあるよね、うん、何なんだろうねあれ、うん、女もね、女は大きい方がいいの、ちっちゃい方がいいの、うん、男もあるようにさ、うん、どうなの、それ大きいといいことあるの、女の子って、うん、あの感じやすいとかあるのかな、あ、ないんだ、小さい頃も身長だから小6で170あったから、うん、小6で、うん、巨人だよ俺で、中2で180あったから、まあモテたよね、うん、で小学校中学生の時ってな何がモテるかっつったら、足が速くて身長が高い人なんだよ、うん、で足速かったから、でもまあまああとは結構、まあ、人気者だったかな、うん、友達もいっぱいいたね、うん、モテたのに態度が、それは離婚した後ね、それ28歳以降だから、うん、だってネットやってなかったから28歳まで LINE しかしたことなかった、あと携帯触ってなかったな、電話だけ、うん、離婚してからモバゲーとか始めたんだよ確か、うん、だからネットと一番疎遠な人種だった、うん、今でこそこうだけど、うん、だネットをバカにしてたね、うん、くだらないと思ってた、うん、で ドリランドはグリーでしょ、やってないモバゲーだね、うん、で怪盗ロワイヤルとかね、うん、モバゲーで写真投稿していいねつかないとへこむ、うん、それツイッターもそうなんじゃない、うん、だみんな押してくれてる？ちょっと俺もいいねが少ないとね、嫌われてるかなと思って、わかる？で、ウユちゃんイケメンに見せてるの、これイケメンじゃないんだよ、ウユちゃんってイケメンだと思う俺のこと、うん、いや俺はねウッキーくんとかあったじゃん、いやほんと可愛くてちょっと嫉妬したね、うん。
嫉妬、で、あれはもう本当にもう会社入ってくれたら嬉しいレベル、もう即採用だよね。もうだから政治ぐらいの評価をしちゃう、ウッキーさん、だから席を置いてほしいレベルだ、いや政治より上はないけど、政治はまあミツちゃんとかと多分やってるからいいんだよ、で同じ同郷だしね、愛知出身だから、いいよね、アムチの女優が、いやそんなことない、やっぱ配信はやっぱアムチ長いしクオリティ高いじゃん、家だともね、顔もどの角度から見てもイケメンなんやもん、俺が会うちゃん、これはこれイケメン、うんだって、洗脳されてるわ、洗脳されてるね、完全に大好きだね、これういちゃんも抱けるね、抱ける、かわいかったよ、しかも選曲も良かった、乗れる曲でね、あれモテるわ、誰でもじゃなくてこうね、やっぱ俺も女的だし自分のこと好きな人とやってきたからね、うゆちゃんとかいいじゃん、で裏切らそうでしょ、そういう人がいいじゃん、裏切らなそうな、だからまあ女も困んないわ、タイプっていうか楽だしね、だってめんどくさいでしょ、自分のこと好きじゃない女を口説くのがめんどくさいじゃん、来た人を選んだ方が楽じゃん、言うこと聞いてくれる人楽じゃん、何でもやってくれるし、そうでしょ、候補生でスケマルとカズチいいじゃんね、あと右チさんとカラスマルさんね、いいじゃん、でも全然来ないね家に、でもオーディションはもう採用者なしでいいんじゃない、もう仕方ないじゃん、そうしない、今もちょっといろんな問題も抱えてるし、ね、でリタ君は大阪だからもうそれは火薬さんに委ねてるから、火薬と仲良くなった方がいいんじゃない、リタ君、まあまずでも自分でねちょっと頑張ってみて様子見ないと、いや、カズチさんはいいキャラだよ、カズチさんね、でも配信をしてないからね、見たことないよ一覧に、
し面白くない。だからまあマリオもそうだけど、人にいじられて生きるタイプもいるから、そっち側の人なんじゃない。俺はまあスケマル一押しだからね。まあスケマル、まあスケマルにしようかな。うん、スケマル育てようかな。もうちょっと決めようかな。ちょっと今見てるか、俺スケマの配信見るんだよ、じっと見てるんだよ。うん、でちょっと裏もちょっとありそうだから、ちょっとあれだけど、シュリちゃんちょっと苦手だからね。シュリちゃんは何か誘うことはないかな、シュリちゃん。シュリちゃんも伸びないんじゃないこれ以上。そんな気がする。つかさ、6月1日のイベントさ、俺運営さんに問い合わせしたけど、ふわっち登録した時に12月に設定しちゃって、冬のなんかカテゴリーに出るんだよ。で俺夏誕生日じゃん。運営さん変更してくれないそれ、誕生日を今非公開にしてるけど、何してくれないんだと思う。なんか誕生日によってね、出るカテゴリー変わってさ、誕生日変更してくれたらいいのに。そしたら7月3日ケーキもらえるのにね。言ってる人言った、俺してくれないんだよ運営さん。だから冬のカテゴリーになっちゃうからな。それはケーキ欲しいでしょ、誕生日にね。相談があります。どうしました？いや話したことない。就職に決まり、働いてましたがクビになりました。使えないからじゃないですか、しょうがないよね。クビになるようなことしたからだよね。お客様に発狂してしまいました。接客業向いてないですね。轟さん、投げ師を奪おうと、どういうこと必死って。これキリストリスナーじゃん、これこのバカ。どこに？足立区エーデルハイム108号室、はい、話題してないじゃん。バカって来た瞬間に適当なことを考えてコメント打つから頭が悪いんだよ。ああクレームに対してね、配信やったらどうすか轟さんね。何でも言いたいこと言えるしね。
アイテムとプレゼント、俺アイテムの方が嬉しいかも。アイテムが一番嬉しい、何よりも一番嬉しい。だって配信で評価されるのが一番嬉しいから、生きてて。でこうね、見に来てくれるのも嬉しいし、こうアイテム投げてくれたりとか、あとはまあ内装してくれたりとかね、それが一番喜びを感じる、配信能なんで。親にも家から出てけと言われてます、はあ、トドロキ、そのお話ザコリストのとこでしてたよね。あ、いろんな人に相談してるってこと、うん、いや楽しいっつーか、あのまあ楽しいっていうのもあるけど寂しいからだよね、うん、一人で寂しいからやるんだよね、うん、暇だからとかね、うん、今もうなんでやってるかって寂しい、うん、基本的に、うん、でまあ楽しいけどね、うん、寂しさは埋めれてる。だってみんなと喋れるじゃん、一人ぼっちだと寂しいじゃん、うん、今稼げてるの、うん、今うわすごいわ43,000円、うん、こうやって喋るだけで43,000円稼げるんだよ、すごくない？いや簡単ではないけどね。ミラクル2発もらったでしょ、はあちゃんに、うん、1日で4万で、今イベント出てない、通常配信で4万円だから、俺イベント出たら10万円とか普通に行くよ。で4時間で100万円稼いだこともある、4時間で100万円、1日で100万円稼いだこともある、うん、あのマンスリー争いの最終日とか、うん、会話でとか、やっぱ雑談だよね、うん、あのなんか企画よりも雑談が一番稼げる、ふわっちは、うん、でちょっと残念な話があって、ツイキャス永久おすすめ規制です。おすすめ規制が解除されなくなりました。ここまで長いのは初めてです、マッコリゲーで。ついに金梅さんの仲間入りしました。うん、前は解除されたけど、さすがに立て続けにしきちゃんの件とかいろんな件が立て続けに続いて見放されてしまった、うん、で金梅さんと同じ末路、ここでふわっちがなくなったら俺は閲覧300人から500人ぐらいになるんじゃない、だオワコンになると思う、うん、キャスを利用するからでしょ、すいませんでした、うん、いや TikTok はないかな、うん、TikTok はバトルとかアイテムだけだからね、うん、まあ面白かったけど、まあ合わない、うん、
コ生。でもニコ生やっぱ沼の人が人気が出るサイトだから、合わないんじゃない、ちょっとやり方わかんないし難しいから、お前轟きをちょろ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 すんじゃねえぞこの野郎。だからクビになるんだよ。クビにしてやろうかうちの枠も。あっち行ってこっち行ってちょろ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 、で、とどろきさん困ってるってことね、困ってるの、助けてあげようか、困ってる、じゃあマリオとコラボしてみな、とりあえず、マリオと、そっから始めてみなよ、おアドベンジャー来たー、センキューゆきちゃん、ナイス、ゆきちゃん、売名、売名に使えるからね俺、売名に、男はいいよ売名しても。女の子はちょっと、ちょっと蜂蜜行く、サービスタイム入ったよ。でなんだかんだで6位来てるからね、総合6位、いつも太郎1位じゃない太郎って、太郎ってよく相手も飛ぶよね。ねえ、あ、くまちゃんありがとう。ありがとうね、りーちゃん。くまちゃん、Thank you。で、バブちゃんファンもいるからね、子供のファンもいるから、飛ぶわな。はーちゃんの爆投げすごかった。ゼロレスが流れてどういうことなのそれ、なんでわかるの、キツネ枠に、太郎に勝てないそれ、ね、何がこのイベントがってこと、まあ、これ別に負けてもいいけどね、で顔もまあ勝てないけど、そんな何が勝てないっつってるの、イベントも負けたことないんじゃん今までは、多分。あ、ういちゃんありがとうね、ういちゃん、まあ、身長も勝ってる、まあ、面白さもまあ勝ってると思う多分、まあ、閲覧もまあ勝ってる、まあ、ナイスも勝ってるでしょう、